教えて、楽しんで、ちょっと気になるあの話、オンナウインタビュー。女の子の一生の憧れ、結婚。ウェディングドレスやハネムーン、ワクワクしますよね。でも最近は結婚に対してクールな女性が増えているって本当？今時の女の子って結婚やプロポーズどう思っているのか聞きに行ってみましょう。誰も幸せじゃない。二人きりでいるときにそっと言われること。すごい高い旅行に行って、こういうところに暮らしたいねって想像させながら。ああ、フラッシュモブ。わあ。女の子たちのリアルな声、次は結婚されている方に聞いてみましょう。31回目の結婚記念日です。おめでとうございます。すごくわかんないんですけど、そろそろしようかみたいな感じだったんじゃないかなと思います。なプロポーズが残念ながら記憶にないんです。はい、主人はやっぱり最初から決めてたらしく、日頃から毎日の生活の中で言ってたらしいんですけど、記憶にないんです。気がついてなかった。2人でデートをして送ってもらった車の中ですね。まあ自分はもう決めたって、自分はもう決めたけど、っていう言葉でした。皆さんどうでしたか？現実はドラマや映画のようにはいきませんね。でもシンプルなプロポーズが人気みたい。これからプロポーズを考えている男性は参考にしてみてね。